ダンプトラックがトミカの工事現場で働いているよ。でももっとオレンジのボールが必要みたい。オレンジのボールを探しに行こう。ダンプトラックがオレンジのボールを運んでいるよ。あ、これはトミカの工事現場だね。ダンプトラックが穴にオレンジのボールを入れたよ。もっとオレンジのボールを運んできたね。クレーンが動き出したぞ。オレンジのボールは工事現場の一番上に運ばれていくよ。オレンジのボールはベルトコンベアで運ばれて別のダンプトラックの中に落ちていくよ。ちょっと待って、ボールが多すぎるよ。あー、大変だ、ボールが転がっていっちゃった。どうしよう。パトカー、僕が落としたオレンジのボールを見つけてくれない？オッケー、分かったよ。オレンジのボールはどこに行ったんだ？あ、あれはブルドーザーだ。砂を押してるみたいだね。ん？砂の中に何かあるぞ。これはオレンジのボールだ。オレンジのボールを一つ見つけたよ。これは別の工事現場だ。ショベルカー、何してるの？泥の中に何か落ちたから探さないとダメなんだ。あ、オレンジのボールだ。これ探してたんだ。ありがとう、ショベルカー。やあ、ゴミ収集車。ゴミの中に何か変なものがあったんだ。ちょっと見てくれない？あー、臭いけど、ゴミの中をチェックしないと。よいしょっと。わあ、ゴミがネバネバしてる。あ、ゴミの中にオレンジのボールがあったよ。もうボールを運べないや。ダンプトラックがいるところに戻ろう。ボールを見つけてきたよ。さあ、工事を始めてね。さあ、ボールを置いたよ。ボール3つだけ？足りないよ。でも、もう運べないよ。おい、みんな、こんなの見つけたよ。カラフルなボールだよ。これを代わりに使おう。風船からボールを取り出そう。わあ、カラフルなボールだ。このボールを使っていこう。多すぎるよ。ああ、こんなにいらないよ。
僕たちもこの工事現場を手伝うよ。みんな助けてくれてありがとう。